小橋、菊池でした。ファンに夢を与える夢のカードパート3ゴング60分の一本勝ちに94お逆さあ、そしてもう一度そうですね、もう要するに現役の要するに打ちませんからね。そうですね、桃田さんお話のようにチャンピオンはミスタックチームもまた注目さあ、まずは三沢がロープに、そしてです逆水平をかわした三沢、おーっと腕を取って投げていきました。ヘッドシタースからクリーン、そしてもう一度腕を取ってヘッドシタース、思い切りぶつかっていけるにしては当然そうだ、の長屋でトップを取ってきてる人間ですからあろうと思いますよね。はい、時を同じくして入門いたしました。試合からコツコツと積み上げてきました。そして今三沢からハンセンへのスイッチ、フックを放っていきました。乗っていますで、ロープの上から普段はライバル、はい、さあもうハンセンが抑えて、そうですね、みんなユニットのよく対戦してます。周り取ります、三沢、本坊沢のスイッチです。ロープに振ります、おお、そしてブレインバスター、大きな声が出ます。まずはどうするか、スタンハンセン、おお、セックパートナーの三冠統一チャンピオン三沢、ドロミキ沢です。敵と味方に分かれてありません。またそれが小橋のいいところです。ファンを熱くさせると、90お小橋がバックで、カウントはピンチにハンセンが夢のカット、田上だ、ではどうするのか、そのまま前に投げた、田上小橋です。私はこれが初めて今年のチャンピオンから出しました。途中から三沢と小橋にファンも見たい回ということになります。さあ、今度は打ち返します、タッチ成立、赤コーナー、おー、DD アウェイに持つ、そして打っておいてどうするか、からでも小橋は攻めてきます。そしてここで小橋とタウエ、さあそしてさらに、からこそ今年としても、はい、来ますからね、はい、ファンの期待に応えてのこのタッグチームの誕生で、入れ替わり立ち替わり、股に挟んでいます。三沢のカット、リバーシがすぐさま立った、おっとカウンターワンが手を伸ば、フライングラリアット、スピンキックかわした、蹴り上げて、そしてチョップ、歯を食いしばる、ギャルボースピンキックって教えるんでしょうか、返します、後ろ取った三沢、おお、そしてそしておお、その MV だ、三沢とハンセン、タイガードライバー、はい、三沢を出し、三沢がおお、エルボーを出します、おお、ワーボムか、スタンハンセン、おお、そのまま押し潰した小橋、センター1回上小橋、さあおお、もう一発ワーボムを同時に打ちました。田上と肘、ロープの反動を利用したハンセン、そして三沢が おっと見事にかわした、あ、入ってきました、この辺りを抑えながらファンの体勢、小橋が入ってきた、押し込む、三沢が逆に振った、振り返された、振り返ってくるところ、おっと捉えてギロチンホイップがかわした、はい、どっちが滑ってるんですか、コーナーのパット、逆水平、さあこっから速くなる、小橋の右腕、胸板に小橋が逆水平を打ち込む、そしてタウエのラリアット、そしてとタウエと小橋の合体のショルダー、捉える、あー、ハンセンが来た、ジャンプ、タウエがホイップラリアット、ジャーパー、19月5日、夢のカードパート1、何かが起こる夢のカード、ではジャイアント馬場から三沢のロップから、おーっと三沢からでしょうか、小橋相手が出たか、おお、カウンターのエルボー、トラスキック、そしてゴルフキック、左アット、タウエが、タウエが、おお、飛ばし、歯には歯を、小橋健太見事二人で両立する、おお、打開戦、これまた封鎖、タウエが抑えます、天下の馬、あるかわからない夢のカード、おおっと小橋場外転落、おお、タウエ赤コーナーに三沢を吹きました、あー、小橋が帰ってくる、あー、しかしパンチ、ハイキック、ミサ、おー、パンチャー、いやパンチャーじゃないぞ、コペコンヒーローだ、バーリングの上だ、カウントスリー